こっちは伊勢本街道って言いたいんでしょうね。あとでちょっとまた詳しい方はね、教えていただきたいです。あの道行っていいんだよってね、言うんでしたらね、行きますけど、あれ完全になんか、ね、個人の敷地内って感じですからね。一応、ちょっと、遠慮しときましょう。あ、出てる間にもうね、列車は、松阪行きの列車は出ていきましたんで、これで退路は断たれましたね。どちらにしろ2時間、時間はかかるということですからね。じゃあ歩いていきましょう。山に、こんな辺りもね、もう昔ながらのね、看板とかが残ってるんですよね。ここ駐在所。駐在所越えて、ここでは本当に靴用になんか書いてありますね。へえ。なんか市場会館、市場がどこにあるのかわかりません。ああ、でもこの辺りが一応商業施設が集まってるから、こう、っていうことなんですかね。へえ。工事屋さんとかあったんだですね。ここは畳屋さんだったんだ。へえ。ああ、ごめんなさい。で、あったんだって言うとってね、現役のね、可能性も。もちろんありますからね。もう現役なのかな、多分。うん。今日はね、日曜日ですから閉まってるところ多いですけどね。招き屋。この辺も全部、あの、ね、大きい民家と思いきや、結構、してたんですね。で、まあ、この辺りにもある大きなソーラーですけど、この辺りとかあんまりソーラーつけてもなんかね。あ、こんにちは。離れた方向こっちでいいんでしょうね。途中でなんか曲がらないとあかんってなってます。あ、そうかそうか、手前のところ曲がっても行けたらいいや。フラバートとかもあるね。まあこっちの方がでも歩いとったらいろいろとありそうですね。えらい名所線の電車がえらいおしゃれな電車になってますけどね。残念ながらそれでローカル感があれですけどね。なんか面白いですね。のれんやろとかね、いろいろあるんですね。で、滝の方にこう向かってハイキングコースなんてのがあるわけなんですね。まあ、今回はもう普通に隣駅までね、歩く、ね、駅前散歩ですかね。あ、で、水木小学校はこっち側なんだ。小学校こっち側なんですね。もっと私、あの、谷地の方にあるんかなと思ってましたけど。すごい。新しい塗装の車もありますね。止めたそばから気になるのが出ますよね。すごいですね。これ GH 号自転車。こう、あ、こう、こう、こうしたら分かりやすい。これね、GH 号自転車。号の字がまた昔のあの号の字ですよね。そういうなんか自転車のブランドがあったんでしょうね。今の何なのかな。まあね、今も続いてるやつなんか結構あの昔のね、あのバイクなんかも昔はね、200、なんか、ね、50社、60社とかはね、あの、バイクメーカーがあったんですけど、今残ってるのはね、あんだけになっちゃってますけどっていうね、ような話もありますからね、どうなんでしょう。でも、この辺も商業施設とかいろいろな変化があるんですね。宮田の自転車。いろんな自転車があったんですよね。ここは、バーバーですね。ちょっとまだ朝の早い時間ですからね。で、美容室もありますね。何やかんや一通りやるんですね。波美容室。で、一回渡ると。ね。一回名勝線を渡って、これは何の施設のやつなんでしょう。ね。この、施設の建設には郵便局の会員保険の資金が融資されています。これ一応見かけますよね。四日市の港の方なんかに行ってもありますけど、ここは、あれはでも、水木村郵便局ってなってますね。珍しいですね。村が入ってる郵便局名って珍しいですけど、今もあるのかな？それともさっきの沖津のところが昔の名前かな？管轄官的に言ったら多分あんな、そんな感じですよ。多分あそこは昔は水木村郵便局って名前だったんじゃないかな。うん。歩道もありますから、そんなに苦労せずに行けそうですね。もしかしたら歩いてる途中でね、あの、伊勢沖津方面にね、行く列車はね、取れるかもしれませんけど、まあどうでしょう。そんなにね、頻度よくは来てませんからね。まあ取れたらということで。これがあれかな。
あれが多分踏切用のセンサーかな。これね、多分これが踏切用のセンサーで、これは ここを通ったら解除になるかな。多分つく踏切はまた別にあるんでしょうけど。次、小学校前ってなってますけど、これ上にあるのが小学校なんだ。すごい。ここ近くなんで、結構横長にずーっと広い。あれなんですね。あそこ。奥が山だからそんなに作れないから横長になるのかな。2階建てか。平屋建てか。綺麗な建物ですね。三杉の小学校。こんなところに第四種踏切があるじゃないですか。踏切注意。これもね、なんかこんなチャッチーと国ですけど、れっきとした踏切ですからね。これが須郷踏切。っていう名前らしいですね。渡るときは最新の注意してね。そうすると、奥の方に行けるってわけなんでしょう。車はもう無理でしょうね、絶対これは、さすがに。泣かぬなら、あとね、言わせる暇も与えずに泣いてますからね。いや、素晴らしい。ここでしたらね、信長さんもね、穏やかにね、泣くのを待てるんじゃないでしょうか。まあ、この辺りね、走るのはいいでしょうし、で、本当バイクで走るのはちょうどいいぐらいの気候ですからね。雨も降ってないし、雨降るとね、一気にバイクは走りにくくなっちゃいますけど。うん。まあ私はバイク乗りじゃないんで、そんなに詳しくはないですけど。まあ結構周りにね、バイク乗る人は、やっぱしその郵便局にいたんでね、郵便局なんやかんや言うてね、バイク好きな人多いんですよ。うん。通勤にバイク使う人多かったですね。コスモ石油かと思ったら、コスモじゃなさそうだな、これ。なんだこれ。細切れ細切れ撮ってますけど、ずーっと歩いてきたら、あ、コスモ石油かなーと思ったんですよ。あれよく見てみると、どうやらコスモ石油ではないのかな、これ。なんだこれは。なんなんだ。交差点の置き地はここなんですね。まあまあ、結構離れたところにあるんですね。やっぱね、日差しが出てくるとぐってね、ちょっと暑さを感じますけど。ああ、でも、全然まだ、ここは、消防署から文書に変わったんですね。三杉消防署を消して三杉文書にした感じですよね。ややこの辺りからちょっと歩行者向きの道って感じじゃないですよね。よいしょ。ちなみにこれは何でしょうね。総合エナジー。何でしょう。なんかコスモ感を漂いますけど、コスモではないですね。で、ついでに今日は休みなんですね。まあ日曜日ですからね。こういうところはだいたい日曜日休みますよね。よいしょ。向こうから渡った方がいい。線路が向こうに伸びとる。あ、この道ね。こっちに行かないといけないんだ、これ。多分。あ、危ない危ない。このまま真っ直ぐ行ったらね、行けませんでしたね。多分そのまま、まさかの。白山とかあっちの方までずっと歩かされる羽目になりますから、それはさすがにね、ちょっと勘弁いただきたい。ご容赦いただきたい。あそこのポストに入れておこうか。ね、危うく、道を誤るところでしたね。まあ、ゆっくり待ちましょう。でもこっちの道はこっちの道で、あまり歩くのには向いてなさそうですけど。ポストがありますよ。ってことでね、さあ、これ10万円の申請をしないといけませんからね。よっ。まあ、県内ですから、まだいいですよね。9時と8時40分、もう行っちゃってますね。あららら、残念。よいしょ。はい。投函。罹患法人責任者3、なんかあるんでしょうね。